ってました国立遺伝学研究所の有田です。メタボバンクの話を始めたいと思います。まずメタボバンクという名前にあまり皆さん馴染みがないと思いますけれども、つい先日遺伝研で始めたメタボロミクスのための公共リポジトリになります。まずメタボロミクスという分野自体に馴染みがない方が多いかと思います。メタボロミクスと聞くと、化合物、生体内の化合物が全部同定できるっていうふうに思われている方多いんですけれども、そんなことはなくてですね、かなり労力を要する分野になります。生体サンプルを入手して、まず質量分析系で測定するところまでは、お金があればできる部分だと思います。ただ、その後で質量分析系から出てくるデータというのは、我々生データ、ローデータと言ってますけれども、この生データの部分は、すべてのピーク情報、すべての時間におけるすべてのピーク情報を記載したもので、ここから化合物に相当する部分というのを抽出してこなくてはならないわけです。で、ここがゲノミクスなんかと一番大きく違うところなんですけれども、ゲノミクスやプロテオミクスと違ってですね、メタボロミクスの場合は、どんな化合物があるかというその全体像というのが、オープンになっているわけです。例えば人のサンプルを測る場合には、人はあらゆるものを食べていますし、薬も飲んだりするので、どんな化合物がその中で出てくるかというのがわからないわけです。プロテオミクスだったら、例えばゲノムが分かっていたら、中に含まれるタンパク質とか就職のパターンもある程度予測はついていくと思うんですけれども、化合物の場合は、それが数百万化合物に加えて、さらにオリゴペプチドなども見えてくる。しかもそれらがさまざまにアーティファクトとして変な構造を取る可能性もあるというわけです。ですから、この解析の部分が非常にボトルネックになってまして、現在でも測定したデータを計算機を使って解析して、化合物を同定するステップというのが、とにかく時間がかかるということになります。で、ここに時間がかかるということは、実はこのステップに依存して結果が変わってくるということでもあるわけです。で、この統合プロジェクトでは、うちのグループは実は昔からマスバンクというデータベースを作成させてもらってきました。マスバンクというのは、この最後の計算機によって化合物を同定した後のスペクトルを集載するデータベースになります。で、基本的には素性が分かっている化合物を測ったスペクトルを集載することによって、多くの人がその情報を見て、同じようなアイデンティフィケーション、同じような化合物同定が迅速にできるようにということを目指したデータベースでした。このマスバンクは、昨年から、質量分析学会、マススペクトロメトリー・ソサエティ・オブ・ジャパンという国内の質量分析学会に譲渡して、質量分析学会が今はメンテナンスしています。そして我々は次のデータベースとして今回紹介するメタボバンクを作成したわけです。で、このメタボバンクはと言いますと、そのマススペクトルのデータベースではなくて、ローデータのレポジトリになります。ですから、ゲノムでいうと、例えばシーケンサーからの生データを集載する SRA に相当するレポジトリになるというわけです。で、この生データのレポジトリというのは、データサイズも大きいですし、それからメタデータをたくさんつけないと、再解析ができないということになります。ですから、まずパイロットプロジェクトとして、理研のプラントメタボロームメタデータベースというサイトをまず最初に作り、これ昨年から公開しているんですけども、この理研のプラントメタボロームメタデータベースを元にして、遺伝研で公共レポジトリであるメタボバンクを作りました。で、この理研 PMM というサイトとメタボバンクの違いはと言いますと、理研のサイトというのは、理研の中で生産されたデータを集載する生データのレポジトリになります。それをすべて包含した形の公共レポジトリがメタボバンクで、簡単に言いますと、どの研究者でもレポジトできるのがメタボバンク、理研のデータを集めるのが理研のメタデータベースということになります。で、こうした生データのレポジトリというのは、我々がもちろん初めてではありませんで、欧米にはすでにあるわけです。で、特にサイズが大きいものを紹介しますと、米国の NIH が作っているメタボロミクスワークベンチというものがありまして、これは NIH がだいたい年間5億円から6億円ぐらいかけてもうすでに10年ぐらいやっているコモンファンドという、ファンディングの結果をすべて集裁するレポジトリになります。アメリカは国が非常に強力なポリシーを持って、データをすべて公開しなさいという圧力をかけていて、このコモンファンドを得た研究グループというのは、すべてデータを論文の発行にかかわらず、すべて集裁するということになります。ですから、量としては膨大で、主に人が多いんですけれども、パブリッシュされてないものが非常に多いと。そうすると、どうしてもメタデータが不足してしまって、なかなか他の研究グループには使いづらいものになるわけです。ですから、こうしたアプローチを取ってしまうと、研究の例えばインテグリティとかチェックをするときには役に立つレポジトリなんですけれども、気軽に再解析をするレポジトリではないという印象を受けます。で、同様にヨーロッパではメタボライズというレポジトリが2012年からスタートしてまして、このメタボライズというレポジトリは、メタボロミクスの業界では基本的にスタンダードとなっているレポジトリです。メタデータも充実していますし、90% 以上がパブリッシュされている、論文として出ているということで、詳細情報であるとか、研究の意図なども論文を見ればよくわかる、非常に優れたレポジトリです。それですらですね、メタボライズですら、ただし、これはデベロッパーの人たちの再解析の結果なんですけれども、なかなか、データとして情報が充実しているものが少ないというレポートが、サイエンティフィックデータというジャーナルの中に発表されています。ですから、こうした過去の例を踏まえてですね、我々としてはもっと再解析に適した、しかもそのデータフォーマットが揃った形のレポジトリを作っていこうと思って構築したのがメタボバンクということになります。で、このメタボバンクというのは実は、ついこの間10月に公開したばかりで、まだウェブサイトが全然充実していないんですけれども、これから皆さんの意見を取り入れて、再解析、それから利活用しやすいレポジトリを目指していきます。基本的には理研のデータと、あとかつて DNA 研究所で測定してきた植物のデータを、含んだものがメタボバンクに入っているという形になります。そしてさらに皆さん、誰でもいいですけど、データを投稿したいという方がいらっしゃれば、パブリックレポジトリですので、フォーマットが正しくて、データがきちんと揃っていれば、それは必ず受け付けるという形になります。言ってみれば、その DNA のジェンバンクであるとか、DDBJ と同じ機能というわけです。そして、メタボロミクスの特徴は、ゲノミクスなんかに比べると、メタデータが非常に煩雑だということです。ゲノムであったら、例えば生物を測っているというところまでは必ず一致するわけですけれども、メタボロミクスの場合は、例えば食品の場合もありますし、環境の場合もありますし、さまざまなターゲットを測るわけです。ですから、食品なんかも対応できるようなメタデータのテンプレートというものが必要になってきます。で、そのメタデータの設計に非常に時間を要しましたけれども、プロジェクトの中で相談して一番良い入力方式として、生物の方にもなじみのある Excel を利用することにしました。基本的には Excel エディターというものを用意しておりまして、メタボバンクエディターという名前でホームページからダウンロードできる形になっているんですけれども、非常に日本語を使って、ヘルプが充実した入力エディターになっています。で、申し訳ないんですけども、入力していただかなくてはいけない項目は多いです。それはやはり再現性とか、あとは他のスタディとの比較を可能にするためにどうしても必要な情報が多くなってしまうという欠点はあります。ですけれども、そこをうまく入力していただければ、本当に役に立つ情報リソースになるということで、かなり詳細にわたるメタデータを収集する方針になっています。で、このメタデータの入力ですけれども、例えば特徴としては、特にクロマトグラフィーのグラジエント情報なども、フォーマットを揃えて入れてもらえるように工夫をしています。論文ですと自然言語で記載されるので、比較などがとても不可能になってくるんですけれども、それをうまく Excel の機能を利用することによって、比較できる形で取得すると。それから各項目にもオントロジーを設定して、RDF 化もできるようになっているというわけです。で、これから再解析に入るんですけれども、まずは理研とかつて DNA 研における植物を中心にしたデータが100セット以上入っていますので、これの再解析から着手する計画になっています。再解析というのは基本的にはメタボロミクスというのはアイデンティファイ、同定できる化合物がピークの、せいぜい 10% ぐらいだったりするわけです。ですから残りの1割でも2割でもさらにうまく比較することでアイデンティファイすることができれば、同定できる化合物の数を増やして、ぐるぐる回して増やしていくことができるので、それができるようなレポジトリということで、これから頑張っていきたいと考えています。で、特にユーザーの皆さんからのご意見をお待ちしております。特にメタデータの、記載の方法であるとか、その再流度に関しては、我々はなるべく入力しやすいようにと努力はしているんですけども、どうしても難しくなってしまうところがあります。ですから、メタボバンクのウェブサイトにアクセスできますので、メタボバンクエディターをダウンロードしていただいて、入力できそうかどうか、または、サジェスションなどいただければと思います。アドレスはメタボバンクアットマークの DDBJNIGACJP になります。DDBJ では毎年、年3回講習会を実施しておりまして、その中に現在少しずつメタボロミクスの講習も混ぜています。で、今後講習会の中でもメタボバンクを利用した解析と、または、統合 TV からも発表したいとも考えていますので、よろしくお願いいたします。以上で終わらせていただきます。